山本直忠は、日本の作曲家、指揮者。東京都出身。東京市麹町区で、山本直義、愛の三男として誕生。兄の直政が自宅でオルガンを弾いているのに影響を受け、幼児から、高田延にピアノを指示。行政中学在学中からこの絵秀丸に指示し、家政学、対応、作曲、指揮法を学ぶ。 この絵の外遊中は短期間ながら、山田工作にも支持行政中学での同級に京泉がいた。1922年、行政中学を卒業し、同年7月22日、ナオラの南米商業視察団の一員として、山田工作の紹介状を携えて、日本を出発。米国、ブラジルアルゼンチンからポルトガルを経て、英国で父と別れ、 単身届く。ハンブルクで知人のそのだけに寄宿し、ドイツ語学校に入学。1923年、ドレスデンに移り、ワーグナーの孫の別荘に住み、ピアノや作曲理論を学習。やがて、ライプツィ被告立音楽院の作曲理論家に入学し、留学生仲間の斉藤秀夫と知り合う。同校在学中に、ピアノ曲、プレリュード、東洋幻想、 プレリュード、いわゆる日本式に、ロマンス、ある秋の日の思い出などを作曲。1931年に、日本へ帰国し、東京高等音楽専門学校の教師となる。この時学生の大橋奈美恵と知り合い、後に結婚。奈美恵との間に生まれた長男が、山本直澄である。その後、自由学園の音楽教師や新興教楽団の、指揮者などを歴任。 群馬公共楽団の創立に協力。1950年に受選してカトリック教徒となり、先礼名フランシスコを授かった。晩年はナムサン大学教授を務める傍ら、宗教音楽の創作をライフワークとし、グレゴリアンちゃんと音楽学会理事長として、宗教音楽を研究。 セイグナチオ教会でオルガンを弾き、同教会司祭ヘルマンホイベルスの作品に基づき、オラトリオ、受難を発表。聖歌隊の指揮者を務めた。ナムサン大学での教え子のアエバタカオは、山本を音楽上の覚醒者と呼んでいる。ありがとうございます。